今日の第4試合になります。70キログラム契約3分3ラウンド肘ありルールです。なおこの試合もナックアウトで勝利を収めた選手は赤コーナーの宇脇樹里、青コーナーのキム・ヒョンジュンです。この試合も KO ボーナス5万円がこの試合にはかかっています。ご覧のように身長差が11センチ、191センチの宇脇対180センチのキム・ヒョンジュンです。この試合の解説も引き続きラジャダムナンスタジアム認定王者となりました石井博樹さんです。石井さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。実況は小出明でお送りします。さあ、なんといってもこの身長差ですよね。宇脇選手はだいたい身長差がどの選手も出てくるんですが、はい、191センチの宇脇対180センチのキム・ヒョンジュンという一戦になります。ただこのキム・ヒョンジュンは韓国の選手だけあって体の強さがかなり強いという前評判ですね。だからね、体作りってやっぱパンチも強そうなの でそれでキム選手がこの蹴りの距離を掴んだ時に、はい、この入ってくるパンチっていうのもやっぱちょっと注意した方がいいかなっていう、はい、思いますね。うまきはまずはオーソドックスタイルからという構えです、うん、サウスポースタイルもできるといううまき、うん、キム・ヒョンジュンはサウスポースタイル、ムチのようにしなってくるこの蹴り、両選手ともに得意にしています。インローから攻めていこうというキム、入ってきたところ左フック合わせたのはうまき、まあ、出だしそこまで身長差のこのやりづらさっていうのはなんか感じないですね、キム選手の、はいはい、キムも180センチあります。あとはこの組み合った時にそれがどう出てくるか、うん、はい、確かにこう向かい合った時はそこまで感じさせないような、うん、そんな形になっています。もちろんこの体重の階級、あ、ここで左にスイッチしてきました、はい、本来のサウスポースタイルです。うまき、ここでもう一度オーソドックスタイル、いろいろ駆け引き始まってますね、はい、右の今肘か、キム・ヒョンジュンがスッと入ってきて肘を振ってきました。あっと切れています。切れましたね、眉間のあたりが切れています。うまき樹里、やはり入ってきた時の左の肘ですかね、そうですね、有効だというのが発表されました。肘ありルールになります。今日の第4試合70キログラム契約3分3ラウンドの一戦、だいぶキム・ヒョンジュンがこの左を思いっきり振ってきたところ、うん、入り方も本当にこう思いっきりの良さを感じられるような、そうですね、うん、さらに体の強さもある雰囲気という石井さんの話でした、はい、ちょっと深いですか、あ、止められました、ね、あ、そうですか、かなりパックリと開いていました。キム・ヒョンジュンカットでの TKO 勝利、まあ、うまく入りましたよね、キム選手もこう足上げながらスッと身長差を感じない入り方でしたね、はい、まあ、これが肘ありルールの一つのポイントでもありますからね、宇脇、はい、ね、選手はちょっと、ね、こうスイッチしながら駆け引きを始めた矢先にこの踏み込み このこれですね、左の肘ですね、ちょっと右手が下がっちゃってましたかね、そうですか、はい、まあ、これがあるのが肘ありルール、うん、一発で決め切る可能性があります。こう見ると宇脇としても今自身の今映像を確認しまして、はい、ちょっとですか、効いたっていうような感じじゃないんですよね、まあ、そうですね、これがやっぱりこの肘ありルールの怖さでもありますし、はい、魅力でもありますよね、はい、1ラウンド1分27秒、左肘カットでの TKO 勝利、キム・ヒョンジュン、これで KO 賞5万円です、はい、もう少しね蹴り合いの攻防なんかを ねこれから楽しめるんじゃないかなと思ったところだったので、はい、宇脇選手ちょっともったいなかったですかね、宇脇樹里としても何か昇格量、うん、はい、もちろんそれはあるでしょう、韓国에서온
태안무이타이소속김현주선수라고합니다안녕하십니까이번에일본경기를제가처음뛰었는데이렇게큰경기에불러주셔서정말감사하고멋있는일본분들과함께있어서좋은경기였다고생각합니다감사합니다그리고챔피언전도한번해보고싶습니다하지마시대한국부산태안무이타이짐으로김하시다김현준도모시마스私が今回日本での試合が初めてですが このような大きい興行に呼んでいただき本当に感謝しております、あとこのような素敵な日本の観客の方たちと一緒に試合ができて本当に嬉しく思いますあとぜひ日本でタイトルマッチをやらせてくださいよろしくお願いします見事 TKO 勝ちをされましたキム・ヒョンジュン選手に今一度大きな拍手をお願いいたします韓国キックヒーローズの70キログラム級王者その名にたまるような素晴らしい試合またこれから新たな選手が出てきたなという感じですね。いやもうあの肘の打ち方なんかも本当韓国人らしいなと体ごとも思いっきり持っていくような、あの振り抜くような肘というよりもはい、はい、もう迫力ありましたねキム・ヒョンジュン TKO 勝ちを収めています、はいはい